出席議員62名であります。これより会議を開きます。諸般の報告がありますので書記をして朗読いたさせます。平成28年2月17日、広島県議会議長平田直美殿、広島県人事委員会委員長加藤誠、条例案に係る意見について、平成28年2月17日付で地方公務員法第5条第2項の規定により、意見を求められた条例案のうち、県第24号議案、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案中、職員に関する部分、県第42号議案、市町立学校職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案については、本委員会が行った勧告内容と異なる部分がありますが、職員への影響や本件施策との整合性を考慮して取られた措置であり、異存はありません。また、県第18号議案、職員の退職管理に関する条例案、県第25号議案、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例案及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案については適当と考えます。これより日程に入ります。日程第1、県第1号議案、平成28年度広島県一般会計予算から日程第87、法第4号損害賠償額の決定についてまでの各案を一括上程議題といたします。これより各案に対する質問に入ります。通告者に順次発言を有します。安井博之君。皆さん、おはようございます。自由民主党広島県議会議員連盟の安井博之でございます。平成28年2月定例会のトップバッターとしての代表質問の機会を与えていただき、大変光栄に感じておりますとともに、議長をはじめ先輩、同僚議員各位に心から感謝申し上げます。まず、北朝鮮における核実験及びミサイル発射について一言申し上げます。去る1月6日、北朝鮮は4度目となる核実験を行い、初の水素爆弾実験に成功したと発表し、さらに続く2月7日には、事実上の長距離弾道ミサイルを発射しました。世界各国の再三にわたる中止要請にもかかわらず、核実験及びミサイル発射を強行したことは、人類初の被爆権である本県の平和を希求する県民の願いを踏みにじる許し難い暴挙であります。また、我が国のみならず、北東アジア及び国際社会の平和と安定に重大な脅威を与えるものであり、断じて容認できるものではありません。北朝鮮に対し、強く抗議の意を表すものであります。加えて、一連の行動に対する我が国独自の制裁強化の決定を受け、北朝鮮は拉致問題再調査の中止を表明するなど、拉致問題の解決が一層困難な状況になっております。今後、政府においては、国際社会との連携を強化して、実効性のある制裁を確実に実施するなど、北朝鮮の脅威から我が国を守るため、あらゆる措置を講じていただくとともに、拉致問題の早期解決に向けた取り組みをこれまで以上に強化されることを期待するところであります。さて、日銀は先月末、平成29年度までの経済・物価の見通し、いわゆる展望レポートを公表しました。レポートでは、我が国の
景気の現状について、輸出・生産面で新興国の経済の減速の影響が見られるものの、緩やかな回復を続けていると判断しています。また、平成29年度までの先行きの見通しについて、我が国経済は基調として緩やかに拡大していくと見ています。一方で、市場に目を転じると、年明けからリーマンショック以来となる急激な株価の下落と円高が進行して、個人消費や企業心理への影響が懸念されるほか、先日発表された昨年10月から12月の国内総生産の速報値はマイナス成長となりました。ぜひとも政府には景気回復の流れが失速することのないように、経済政策の舵取りをしっかりと進めていきたいと願っております。本日はこの2月定例会に提案された平成28年度当初予算案に対し、会派を代表する立場から、当局の基本的な考え方や思いについてお伺いしたいと思います。傍聴者もたくさんお見えでございますので、わかりやすく前向きな答弁を期待いたしまして、最初の質問に入りたいと思います。質問の最初は、平成28年度当初予算案の考え方についてであります。昨年10月、広島未来チャレンジビジョンが改定されました。平成22年にビジョンが策定されてからの社会・経済環境等の変化を踏まえたものですが、とりわけ社会の人口減少、グローバル化が一層加速する中で、クローズアップされてきた働き方と暮らしのバランスの問題に焦点を当て、県民一人一人が仕事や暮らしに対して抱く希望を叶えられると感じることのできる社会を作り出すという考えを、この改訂版の中で示されたことは、まさに将来にわたって広島で生まれ、育ち、住み、働いてよかったと心から思える広島県の実現につながるものであると評価しています。知事はチャレンジ理論の見直しに基づく平成28年度の県政運営の基本姿勢について、県民一人一人が希望を叶えられると感じることができるよう、これまで取り組んできた施策による成果や変化を実感され、ビジョンが目指す姿である活気あふれる広島県へ共感をしていただけるよう取り組んでいくと述べられておられます。そこで、この度の定例会に提案された平成28年度一般会計の当初予算を見てみますと、前年度と比べてプラス 0.7% となる1兆56億3000万円で3年連続の増額となり、平成17年度以来11年ぶりの1兆円を上回る規模となっております。また、厳しい財政状況を踏まえて、優先順位の低い事業は経費削減ではなく、原則休止または廃止するなど、徹底した事業見直しを図ったことにより、実に34年ぶりとなるマイナスシーリングの撤廃を実現されたところです。その内訳を見ますと、増額の理由の多くは、前年度と同様に増収の増加に伴う市や町へ交付金や社会保障関係費、交際費などの義務的な経費が占められていますが、そうした中において、県が進めようとする重点分野の施策に対しては、予算が重点的に配分されており、取り組みを加速するための積極的な予算措置が図られたと思っております。また、重点施策については、前年度に引き続き、災害に強いまちづくり、地方創生、広島の使命という3つの基本方向を変えずに取り組むとされており、このことはより高い成果に向け、腰を据えて着実に対策を進めようとされているものと思っております。そこで、広島未来チャレンジビジョンが折り返し点を過ぎ、後半5年間の出発点に立つ年の予算として、どのように施策を展開していかれるのか、まずは当初予算案の考え方について、知事にお伺いいたします。
質問の第2は、中山間地域振興についてお伺いします。今年度は平成26年12月に策定された中山間地域振興計画に基づいた最初の予算が実行に移された年でした。これまで過去2回の我が会派の代表質問において引用されてきましたが、三度本日も知事が2期目の県政運営を担うことになった平成25年12月の定例会における所信表明の一部を述べさせていただきます。私は今回の選挙におきまして、中山間地域に暮らす県民の皆様の多くの笑顔に接し、中山間地域が豊かな自然や風光明媚な景観、地域で培われた歴史や伝統文化、またそれらを守ってきた人と人との絆といった魅力にあふれ、県民の豊かで安全な暮らしを支える源として重要な役割を担っていることを実感しました。他方で明らかに進む高齢化や朽ち果てた空き家など、中山間地域が抱える課題が待ったなしの状況となっていることも改めて痛感いたしました。今後も豊かな中山間地域が将来にわたって明るい希望を持ち、その豊かさを実感していただけるように、地域の実現に向け引き続き取り組んでまいります。あの時知事が痛感された中山間地域が抱える待ったなしの状況、それは今日でも残念ながら改善されておりません。むしろ刻一刻と高齢化が進み、少子化と人口減少が止まらない中で、消滅可能性都市といった衝撃的な考え方すら示される始末です。これでは明るい希望を持つどころか、将来に向けた展望を描くことすらままならないなと感じるのは私だけでしょうか。もとより国は一昨年から地方創生の旗印を掲げて法律を制定し、自らさまざまな政策を打つとともに、地方に対しても財政的な対応を含む支援策を展開してきておりますが、そこには中山間地域対策のはっきりとした姿は見えてこないのであります。本県でも国の地方創生の動きに迅速かつ的確な呼応をして、新規事業を矢継ぎ早に打ち、東京一極集中の是正を図るなどしていますが、そうした地方創生の名のもとに進めた取り組みが、どれだけ中山間地域振興につながったかという視点からは、まだ検証されていないように思います。つまるところ、中山間地域振興については、国が掲げる地方創生を追い風とするのは良いとしても、掛け声だけに応じるのではダメで、本県が自らの責任で消滅ではなく、100年先の未来につながる中山間地域の実現に向け、取るべき方策を考えなければならないと思います。そこで、中山間地域振興計画に基づく1年目の取り組みの成果と課題を踏まえて、平成28年度に向けた予算をどのように編成されたのか、また今後、本県の中山間地域振興にどのように取り組むべきと考えるのか、知事にお伺いいたします。質問の第3は、連携中枢都市圏と県との関係についてお伺いします。連携中枢都市圏は、平成26年5月の地方自治法の改正により創設された制度で、人口減少、少子、高齢化の進む社会に対応していくための新たな自治制度として設けられたものです。具体的には、一定の県域人口を有し、活力ある社会経済を維持するため、指定都市であることなど、一定の要件を満たす連携中枢都市と近隣の市や町が連携協約を締結して連携中枢都市圏を形成し、県域全体の経済成長、連携中枢都市の工事都市機能の集積強化、県域全体の生活関連機能サービスの向上を図ろうとするものです。本県で例えば広島市がこの制度を利用して200万人広島都市圏構想を掲げ、広島市の都市部からおおむね60キロメートルの県内、東は三原市エリアから西は山口県柳井市エリアまでの24の市と町により構成される広島広域都市圏において、その実現を目指しています。今月8日には
200万人広島都市圏構想の実現を目指す都市圏の将来像と実現に向けた取り組む具体的な施策を内容とした広島広域都市圏発展ビジョン案を公表しました。今後はこのビジョン案に掲げた施策に関わる連携協約の議案を都市圏を構成する24の市と町がそれぞれの理事会に提案し、その審議・議決を得た上で確定されることになっています。県では昨年改定した広島未来チャレンジビジョンにおいて、こうした連携中枢都市圏構想の取り組みについて、人口減少に対し地方が踏みとどまるための拠点を形成することが重要であるとの考えを示し、支援をしていくことを明記しました。その一方で、広島市が推進している構想については、200万人という本県に匹敵する人口規模が掲げられている点や、県と同等の県能を持つ政令市が連携中枢都市となり、山口県にまたがる広域的な例がひとまとめになって施策を進めていこうとする点から、構想の推進に伴って相対的にいわば県の役割低下を招くことになるのではないかといった指摘をする声も聞かれます。この点について、県が同州制に向けて発展的に広域化していくことと合わせた動きであれば、都市圏の位置づけも県との比較音になる、こうした指摘も起こらなかったのではないかと思います。このような点を踏まえて、連携中枢都市圏の動きをどのように捉えており、都市圏と県の役割分担についてどのように考え、広域自治体としての事務を行っている県としてどう臨むのか、さらに県境をまたがる都市圏構想について、隣県とはどのような調整が必要であると考えているのか、知事にお考えをお伺いいたします。質問の第4問、災害に強いまちづくりの実現についてお伺いします。過去30年間の日本において、土砂災害による人的被害として最多となった平成26年8月の広島市北部を中心とした大規模災害から一昨日1年半が経ちました。被災地では被災された方々の生活の再建に向けて、早期の復旧・復興に向けた取り組みが進められるとともに、土砂災害発生箇所の復旧に向けては、被災地域における砂防堰堤や地盤堰堤なども防災施設整備が緊急事業として進められております。また、この災害を受けて改正された土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について、平成31年度末までに完了させることを目指して、取り組みの推進が図られるなど、この1年間、ハード、ソフト両面にわたる取り組みがさまざまに展開されてきております。新年度においても、こうした取り組みを着実に進め、被災地の一日も早い復旧・復興の実現と、土砂災害、危険箇所が多いという本県が抱える災害のリスクを可能な限り小さくすることに全力で取り組んでいく必要があります。昨年策定された中期財政運営方針では、被災地において緊急におかる砂防地産事業や土砂災害警戒区域等の指定を加速するために、必要となる予算については、平成28年度から5カ年間は別枠により確保することが明記されました。今後も厳しい財政運営が想定される中で、引き続き被災地の早期復旧などに全力で取り組むというメッセージを検討して示されたことは評価したいと思っております。さらに昨年条例を制定し、取り組みがスタートした広島県みんなで減災県民総組運動については、10月に新年度からの5カ年の行動計画が策定されました。新年度からは、この行動計画に基づいて、県民一人一人の災害から命を守る行動を促すため、県、市と町、事業者などによる具体的な取り組みが開始されます。広島県には、全国で最も多い約3万2000箇所に及ぶ土砂災害危険箇所があり、これまで幾度となく尊い命が失われる被害が発生してきました。改定された広島未来チャレンジビジョンで掲げた活気あふれる広島県という目指す姿を実現するためには、
まず災害に強い町づくりが実現していることが前提で、前提となることは言うまでもありません。そこで、さまざまな取り組みや計画が4年ないし、5年後に見据え、展開され予定しているところですが、災害に強い町づくりの実現に向けて、どのように取り組んでいこうとされるのか、知事にお伺いいたします。質問の第5は、環太平洋パートナーシップ協定の対応についてお伺いいたします。昨年10月に大筋合意に立った環太平洋パートナーシップ協定、いわゆる TTP 協定は、今月4日、協定の署名式がニュージーランドで行われ、今後は議会の承認を求めるなど、国内手続きが本格化する段階に入りました。我が国においても、政府は来月上旬にも通常国会に協定の承認を求める議案と、農家への支援策などを盛り込んだ関連法案を提出し、この度の国会での成立を目指すこととしており、早ければ平成29年中に、遅くとも平成30年には TTP が発効することが現実なものとなっています。TTP 協定による県内産業への影響については、関税が削減、撤廃されることや、輸入枠が拡大されることで、安価な輸入農畜産物の増加が予想されることなどから、農林水産業にかなりの影響が生じることが懸念される状況になっております。県が農林水産物を対象に、この1月に行った試算によれば、安価な輸入品が増えることによって、県内産品の価格が今より下がると想定されることから、およそ17億円の影響があると想定されるとの結果が出ております。こうしたことから、県では平成28年度当予算において、国の打ち出す対策を積極的に活用しながら、生産性の向上など、農林水産業の経営体質の強化を図ることとし、農林水産業の競争力強化に向けた対策を講じるとともに、遅くとも2年後と目される TPP の発効を見据え、経営安定対策などの検討にも取り組んでいくこととされています。ただ、中山間地域において、零細な個別経営が大半を占めるという本県の特徴を踏まえると、国の対策を基本とした取り組みが本県において、どれだけの実効性を持って実を結ぶのか、よく見えないのであり、もっときめ細かな対策も合わせて検討する必要があるのではないかと思いますし、事実、協定が発効するまでの2年間には、まだまだ県としてできることはあると思うのです。国は昨年10月5日の TPP 大筋合意から早くも4日後の10月9日に国内対策本部を立ち上げて、TTP 発効に向けた取り組みを総合的に推進していく体制を構築しています。県も現在、TPP に関する情報連絡本部を設置して、国や関係団体の中の情報収集を行うとともに、県内への影響を踏まえた対応について検討を行っていますが、今後、さらに取り組みを強化し、総合的な対策を検討、実施できるよう、県の対応体制についても見直していくことが求められていると思うのです。そこで、今後の TPP 対策で本県の農林水産業への影響をどのように分析し、対応を検討していくのか、知事にお伺いします。併せて出てきた影響を素早く分析し、その分析に基づいた対策を間髪を置かずに打てるよう、現在の組織を発展的に改組するなど、全庁を挙げて強力に対策に取り組む姿勢を明確に打ち出すべきと考えていますが、知事のご所見をお伺いいたします。質問の第6は、日本一安全安心な広島県の実現に関して2点お伺いいたします。1点目は、特殊詐欺への対応についてであります。いわゆる振り込み詐欺などをはじめとする特殊詐欺の被害額は、昨年1年間に全国で476億円余りも上り、
この広島県においても約14億円という莫大な被害が発生しています。これは過去最悪だった平成26年の被害額の約16億円から比べると約2億円減少しているとはいえ、統計を取り始めた平成16年以降で被害額が10億円を超えたのは平成25年から3年連続となっており、依然として被害に歯止めがかからない状況が続いております。県警としても決して手をこまねいているわけではなく、昨年特殊詐欺緊急抑止対策プロジェクトチームを立ち上げ、専従での捜査や手口を分析するなどして、前年の2倍を超える加害者の摘発につなげたほか、金融機関などへの声かけにより、昨年1年間で7億円を超える被害を未然に防ぐことができております。しかし、犯人側はこうした対策を上回るスピードで手口を巧妙化させ、心理学を学ぶなど、プロ集団化しており、対策の一層の進化の必要性を指摘する専門家もの声もあります。先月、日本銀行がマイナス金利政策の導入を決定しましたが、早くもこれにつけ込んで、銀行に預けておくと預金が減ってしまうので、投資した方が儲かるなどと騙す手口の特殊詐欺の発生が懸念されており、犯人側がいかに時流に合わせた手口を変えてくるかの一例もあろうと思います。県では平成15年から、減らそう犯罪広島県総組運動に取り組み、これまでの3期13年間にわたる取り組みの結果、軽犯法認知件数は運動開始時の4割以下に減少し、戦後最小となるまでに改善するという実績を挙げてこられました。しかし一方で、特殊詐欺をはじめとする新しいタイプの犯罪が急速に広まりを見せ、県民の暮らしの安全と安心に対する大きな脅威となっており、こうした新たな状況において取り組みを迅速かつ強力に進めなければなりません。そうした中、昨年12月には、今後5年間の減らそう犯罪県民総務組運動の指針となる第4期アクションプランが策定され、このプランの中では、5年後の目標として、特殊詐欺の年間被害額を5億円以下とする取り組み指標を掲げられました。そこで、この度のアクションプランで掲げる目指そう安全安心日本一の実現に向け、悪質巧妙化の進む特殊詐欺による被害を防止し、目標を達成するために、どのような対策を展開していかれるのか、県警本部長にお伺いいたします。2点目は、サミット外相会合の警備についてお伺いします。第42回主要国首脳会議伊勢志摩サミットに先立ち、この4月、ここ広島市で開催される外相会合は、あと1ヶ月余りに迫りました。この外相会合を被爆地である広島市で開催することは、各国の大臣に直接被爆の実相を伝え、平和の尊さや核廃絶の重要性を訴えることのできる、まさに絶好の機会となります。このまさに歴史的な会議を対価なく開催できるよう、その守りを固めるべく、広島県警察では、これまで警護のために必要となる資機材などを備えるとともに、昨年12月以降は爆発物やテロ対策、要人警護などの訓練をたびたび開催されてきています。また、今回の関係閣僚会合は、この広島市以外でも、仙台市で財務省会合や倉敷市での教育省会合など、全国10カ所で開催が予定されていますが、ここ広島市での外相会合は、その中で最も早く開催されることから、世界の注目度は高くなることが予想されます。ぜひとも広島県警察の総合力を発揮していただき、応援していただく他県の警察とも十分に連携をしながら、つつがなく会議が再開催されることを期待しております。この度の外相会合をめぐる県警察における警備体制については、12月の定例会において、警察本部長からテロの脅威をはじめとする極めて厳しい警備情勢と、外相会合警備の重要性を十分に踏まえ、
まさに日本警察の力量が問われる重要な警備であるとの認識に立ち、組織の総力を挙げて万全の警備を期すると述べられ、県警察のトップとしての覚悟と断固たる決意を示されました。ただ、この外相会合が開かれる4月10日11日の2日間は、日曜日と月曜日ということで、この機会に広島を訪れる観光客に加え、日曜日には地元の買い物客、月曜日には通勤・通学者など、人の流れがそれぞれの日で異なることが予想されます。広島市内を車で走っていると、電光掲示板に外相会合の開催を告げる表示が出ていることを見かけるようになりましたが、県民や地元企業に対し、警備のための交通遮断や渋滞が起こることについて、十分周知することも重要かと思います。また、海外からの要人をお迎えする歓迎機運を盛り上げることに加え、この会議の開催を阻もうとする不審者への監視の目を増やしていくという点においても、県民や企業の皆様との連携、協力を得ることも、また大切なことではないかと思います。そこで、この観点から、今回の外相会合の警備の実施にあたって、県民や企業の理解を高め、連携、協力を得るために、どのような対策を講じられるのか、警察本部長にお伺いいたします。質問の第7は、グローバルリーダー育成校の具体化について、4点お伺いいたします。この学校は、国際社会の持続的な平和と発展を牽引できるリーダーを育成する役割と、全県の学びの変革を先導し、成果を国立や私立学校も含めて全県に還元し、県全体の教育水準の向上を牽引する役割を担おうとされているものであり、県全体の教育力の向上につながるものと大きな期待をしております。また、目指す開校時期について、知事は平成30年度を一つの目標として、県が一丸となって検討、準備を進めていく必要があると考えている旨を示されています。そうしたお考えのもとで、この度提案された予算案では、設置場所の土地調査や設計に着手するための経費を計上されていますが、いくつかの地域から地元に設置してほしいという声は上がっているものの、設置場所は未定と伺っています。設置場所を決める前に、実施設計の予算案を出されることについては、議会内でもさまざまな意見をお聞きしています。こうした中で、予算編成権を持つ知事が、この予算案を提案されたことは、大変大きな決断をされたものだと思いますが、そこに込められた知事の決意をお伺いいたします。2点目は、この学校の位置づけ、および果たす役割についてお尋ねします。本県教育は平成10年に当時の文部省から是正指導を受け、その後、さまざまな改革、改善に取り組んできた結果、例えば全国学力テストや体力・運動能力テストにおいて、全国のトップ10に入るまでに立ち直ってきたところです。しかし、急激に改善されてきた本県の教育に関する現状は、ここ数年は伸び悩みの状況が続いているなど、少し足踏み状態になっており、目標とする日本一の教育圏の実現に向けて、新たな手立てが求められています。そうした中、平成16年に東広島に開校した広島中高等学校は、議会が是正からの改革を支援していく中で設置され、本県高等学校教育のリーディングスクールとして、難関大学への進学をはじめとするさまざまな実績を挙げており、今年度は県内の公立学校で初めて文部科学省のスーパーグローバルハイスクールも指定を受けました。グローバルリーダー校の設置に向け、いろいろな課題もありますが、作るのであれば日本一の本当に全国に誇れる、さらには世界に誇れる学校にしていただきたいと思います。知事もこの学校の設置に向け、
教育委員会の取り組みを最大限支援するとされています。そこで今回のグローバルリーダー育成校は、本県教育が目標とする広島で学んでよかったと思える日本一の教育圏に向け、どのような位置づけでどのような役割を果たすのか考えているのか、教育長にお伺いいたします。質問の3点目は、予算案における経費の積算の考え方についてお尋ねします。この度の予算案の具体的な内容は、学校の設置準備を進めることを目的としたもので、設置場所における土地調査をはじめ、学校施設の基本設計および実施設計に要する経費として1億円余りを計上されています。そこで設置場所が決まっていない中での積算にあたっては、どのような工夫をされ整理されたのか、教育長にお伺いいたします。質問の4点目は、候補地選定の進め方についてお尋ねします。先般教育委員会会議において、この学校の基本構想が決定されました。基本構想を拝見してみますと、候補地の選定基準として1点目に、学校設置について地域の賛同が得られ、生徒に対する住民等からの支援が見込まれること、2点目に、質の高いプロジェクト学習を実施するための有用な資源、すなわち学習素材や連携機関などを地域に有していること、3点目は、自然豊かな学習環境であり、敷地面積がおおむね5万平方メートル以上であること、4点目に、大規模な土地の造成など過大な追加のコストが必要ないことという4つの基準が示されております。設置基準は示されましたが、これから行われる設置場所の選定手続きについても、県民に分かりやすく透明性の高い方法により進めなければなりません。そこで設置に向けた具体的な提案もある中で、設置場所については、いつごろどうやって決めようとされるのか、教育長にお伺いいたします。私の質問は以上でありますが、最後に一言申し上げたいと思います。昨今、議員をめぐる不祥事やスキャンダルが相次いで報道されており、本日の新聞に内閣支持率の低下が報道されており、有権者の皆さんをはじめ、国民の政治に対する不信を招き、議員への信頼を揺るがす由々しき事態であると重く受け止めております。昨年、公職選挙法が改正され、若い世代の声を政治に届けようとの改革がなされる中、若者の政治離れを助長するようにはなりはしないか、極めて憂慮しております。我々広島県議会は、最高規範として平成22年に制定した広島県議会基本条例で、議員は県民の代表として県民及び県全体の利益を考え、県民の負託に応える責務を有すると定めました。真に県民の負託に応える責務を果たすため、何をすべきか、改めて胸に手を当て深く思わざるを得ません。若い世代の期待にも応えられるよう、初心に帰って全身全霊で今後の議員活動に邁進してまいりたいと決意も新たにしているところでございます。以上で私の質問を終わります。ご清聴誠にありがとうございました。当局の答弁を求めます。知事井崎秀君。
まず平成28年度当初予算案の考え方についてお答え申し上げます。これまで平成22年度に策定いたしました広島未来チャレンジビジョンに基づき、県民の力とイノベーションで未来をつくるをキーワードとして4つの政策分野でさまざまな取り組みを進めてまいりました。こうした取り組みによりこれまで広島創業サポートセンター等を利用した900件を超える新たな創業、100名を超えるイノベーション人材の育成、総観光客数や観光消費額が3年連続で過去最高を更新、有効求人倍率が 1.5 倍台へ改善、1人当たりの県民所得が300万円台に回復、合計特殊出生率が 1.5 台で全国平均を大きく上回って推移、県立学校全99校の耐震化が完了見込みとなるなど、さまざまな成果や変化が現れてきております。しかしながら、今後の社会経済動向を展望したとき、懸念される人口減少に伴い、労働力人口が減少すれば、経済規模も縮小し、地域の活力が失われ、またグローバル化が加速して、海外企業との競争が激化する中、国際競争力の低下も危惧されるところでございます。こうした悪循環を回避し、経済を活性化するためには、意欲ある働き手の雇用の場を作り、労働力人口を確保する必要があり、さまざまな人々が共に働き活躍できる、多様な働き方の選択肢のある社会を構築することが重要でございます。加えて、総体としての生産力が落ちないよう、イノベーションを持続的に創出するとともに、一人当たりの労働生産性を高め、短い労働時間で効率的に成果を生み出すことも重要となります。こうした多様な働き方や短時間労働が確立すれば、家族との団らん、趣味や自己啓発に充てる時間をしっかり確保することができ、仕事と暮らしのどちらも充実したライフスタイルを実現することができます。またその結果として視野が広がり、斬新な発想が生まれ、さまざまな分野でイノベーションが起こり、生産性が高まって所得が向上し、経済成長につながる好循環を生み出すことにもつながります。こうしたことを踏まえまして、昨年10月に改定した広島未来チャレンジビジョンにおきましては、仕事も暮らしもどちらも諦めずに追求することができる欲張りなライフスタイルの実現を目指す姿として掲げたところでございます。この目指す姿を実現していくためには、県が行うさまざまな取り組みへ、これまで以上に県民の皆様の主体的な参画をいただく必要がございます。平成28年度はこれまでの取り組みにより現れてきました成果や変化を県民の皆様に実感していただき、その上に立って目指す姿への共感を獲得できるよう、積極的な情報発信や十分なコミュニケーションを行うとともに、県民の皆様一人一人が仕事や暮らしに対して抱く希望を叶えられると感じられる基盤づくりのための施策を展開してまいります。こうした基本的な考え方のもと、イノベーション、ファミリーフレンドリー、都市と自然の近接ライフの3つの視点を持ち、4つの政策分野を相互に連関させて相乗効果をもたらしながら、持続的に好循環を生み出す流れを作り出してまいりたいと考えております。具体的な取り組みといたしましては、新たな経済成長分野ではイノベーションが持続的に生まれる環境整備や創業支援、企業の本社や研究開発機能に着目した新たな投資誘致など、人づくり分野ではそれぞれの暮らしの充実に配慮できる職場環境の整備を目指す働き方改革、学びの変革の実践を通じた社会で活躍する人材の育成など、安心な暮らしづくり分野では医療・介護提供体制の充実強化など、豊かな地域づくり分野では中山間地域における若手リーダーの育成、広島里山交流プロジェクトの展開に向けた機運醸成などを推進することといたしております。こうした取り組みを通じて、仕事も暮らしも充実できる欲張りなライフスタイルの実現に向けた新たな挑戦を県民の皆様とともに進めてまいりたいと考えております。次に、中山間地域振興についてのご質問でございます。昨年度を策定をいたしました中山間地域振興計画に沿って、今年度は活性化の原動力となる人づくりや
若者のチャレンジを支える仕事づくりの取り組みを積極的に推進してきたところでございます。人づくりにつきましては、東京圏をターゲットとする定住促進や、今年度からスタートいたしました人材養成塾、首都圏の若者と地域のネットワークづくりなどに取り組み、その結果として中山間地域の関心や地域に新しい変化を起こそうとする若い世代の動きが徐々に広がりを見せ始めております。また仕事づくりにつきましては、市長が取り組む産業対策を基本とした未来創造計画への支援などを通じて、例えば地域の農産物を活用した170件を超える新たな特産品の開発や、就農希望者への支援を通じた約90名の新規就農者の育成、さらには農産漁村の地域資源を生かした体験型教育旅行に来年度は7500人程度の参加が見込まれるなど、地域の主体的な取り組みが着実に進んでおります。しかしながら、地域の高齢化や担い手の不足の要因となる若年人口の流出は依然として続いており、中山間地域とその価値に共鳴する若い世代をつなげていくための取り組みをさらに進めていく必要があると考えております。こうした観点から、平成27年度2月補正と合わせました来年度の中山間地域の関連事業の投資予算案は、これまでの取り組みによる変化の兆しをより確かなものとして、さらなる大きな成果につなげていくことを基本としております。具体的には、東京圏で高まりつつある地方移住の機運を取り込み、移住への大きな流れを作り出すための促進策の強化や、地域を支えるリーダーの育成と新たな人材ネットワークの形成を図るとともに、これまでの取り組みにより蓄積された多様な人材の交流やネットワークを生かし、実践活動のさらなる活発化に向け、平成29年度に実施する中山間地域の交流拡大プロジェクトのための取り組みに着手いたします。また長期的な視点に立ちますと、中山間地域の振興にあたりましては、行政の施策にとどまらず、地域社会全体の幅広い、また息の長い取り組みが必要であると考えております。このため、地域づくりの主役である県民の皆様をはじめ、多様な主体との連携のもとで総力を結集し、中山間地域が若い世代にとっても希望を持って定住できる地域となるよう、将来を見据えた持続可能な中山間地域の実現に取り組んでまいります。次に、連携中枢都市圏と県との関係についてのご質問でございます。本県におきましては、広島市と福山市が中心となりまして、連携中枢都市圏に関する取り組みを進めており、この2つの県域が都市機能の高度化や県域全体の経済成長を図り、近隣市長と連携した行政サービスや地域振興に係る取り組みを展開することは、県域全体の発展はもとより、県全体の発展にとっても有意義であると考えております。県といたしましては、両県域の各施策が具体化される過程において、産業振興や医療など県が行う施策と方向性を合わせながら、役割分担や連携を図る必要があると考えており、両県域に設置されている検討会議や広島市や福山市と政策協議などを行うために設置している合同研究会において、必要な助言や調整を行っているところでございます。両県域とも県境をまたがるものとなっており、これまでのところ具体的に岡山県や山口県と調整が必要な案件は生じておりませんが、県境をまたぐ調整が必要となった場合には、両県の施策との整合を図りつつ、双方の発展につながるよう緊密に連携してまいりたいと考えております。連携中枢都市圏制度は、基礎自治体の行政サービスのより効果的かつ効率的な提供につながるものであり、県といたしましては、広域自治体としての県の施策と県域において実施される施策が相乗効果を発揮できるよう、引き続き県域の取り組みに積極的に関与し、県全体の発展を図ってまいりたいと考えております。
次に、環太平洋パートナーシップ協定、いわゆる TPP への対応についてでございます。TPP 協定への対応につきましては、影響が懸念される農林水産業の体質強化対策や経営安定対策のほか、県内企業の海外展開の促進などが必要であると考えております。このうち農林水産業につきまして、国の方法に基づき、本県農林水産物への影響を試算いたしますと、17億3000万円の生産額の減少が見込まれるところでございます。このため、2020広島県農林水産業チャレンジプラン、アクションプログラムに基づき、認定農業者や農業参入企業など、将来の生活設計が描ける担い手を育成し、経営力の高い担い手が農業生産の大部分を担う生産構造への転換を加速しているところでございます。具体的には、JA グループと連携をして、農地集積や基盤整備、園芸用施設の導入などを一体的に支援する広島型の農業を作り出す新たな担い手育成の仕組みを構築し、青年農業経営者の育成確保や園芸産地等の拡大を強力に推し進めてまいります。また TPP による影響が大きい畜産や柑橘につきましては、輸入牛肉と肉質が競合する乳業種から和牛への転換や収益性の高いレモンへの転換の取り組みを積極的に支援してまいります。今後、国に対し畜産の経営安定対策の充実などセーフティーネットを確実に実施するよう要望していくとともに、国の実施する体質強化への転換に向けた施策を十二分に活用し、経営力の高い担い手が生産の相当部分を担う力強く持続可能な生産構造の確立に全力で取り組んでまいります。また TPP 協定の発行に向け、実際の影響を迅速に把握分析して、国の施策とも連動させながら必要な対策を実施するとともに、農林水産業の競争力強化や県内企業の海外ビジネスの促進などを全庁一丸となってより一層推進するための体制につきましても検討してまいります。次に、グローバルリーダー育成校の設置に向けた決意についてでございます。あらゆる力の源泉は人であり、このような考え方から広島未来チャレンジビジョンにおきましても、教育をはじめとする人づくりを最重要分野の一つとして位置づけ、これまでも教育委員会と連携しながらさまざまな施策に重点的に取り組んでまいりました。とりわけグローバル化の進展などにより、さまざまな課題が複雑化、高度化する中で、ますます社会は先行き不透明な状況になっており、児童生徒にはこうした社会をたくましく生きていく資質や能力を身につけることが求められることから、現在進めている学びの変革を実現していくことが不可欠であり、これを先導的に実践する学校であるグローバルリーダー育成校を設置し、県全体の取り組みを牽引していくことが必要であると考えております。こうした考えから先般策定をいたしました教育に関する大綱におきましても、本県の先進性や特性を生かした教育を積極的に推進するとともに、全国に発信していくことで、広島で生まれ育ち住み学んだすべてのものが将来広島に学んでよかったと思える、さらには全国から広島で学んでみたいと思われる日本一の教育圏の実現を目指していくこととしたところでございます。他の都道府県においてもさまざまな取り組みがなされているところではございますが、日本有数の教育圏という歴史を持ち、国に先んじて学びの変革に取り組んでいる本県が全国に先駆けてグローバルリーダー育成校を創設し、全県的な学びの変革の早期実現を図ってまいりたいと考えており、教育委員会と十分連携しながら、世界の新たなモデルとなるような学校をできるだけ早期にここ広島に創設し、そして本県が日本、さらには世界の教育をリードしていくことができるよう、私としても全力で取り組んでまいります。
その他のご質問につきましては、担当説明員より答弁させていただきます。危機管理官、土井佐々木。災害に強いまちづくりの実現について、複数部局にわたるお尋ねでございますが、私が代表して答弁いたします。広島未来チャレンジビジョンに基づき、災害に強いまちづくりを県政運営の重点施策として位置づけ、被災された方々の生活再建と早期の災害復旧復興、ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策、減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開に取り組むこととしたところでございます。まず、平成26年8月の土砂災害被災地域の復旧・復興につきましては、8.20 土砂災害砂防・治山に関する施設整備計画に基づき、国、広島市と連携しながら着実に進めているところでございます。さらに、県内全域における土砂災害警戒区域等の指定につきましても、平成31年度までの指定完了を目指し、区域指定を行うために必要となる基礎調査や、小学校区単位での住民説明会などに全力で取り組んでいるところでございます。また、本県で起こりうる災害は、土砂災害に限らず、津波や高潮、地震、河川の氾濫など、多くの自然災害が懸念されているところであり、平成32年度までを計画期間とする社会資本未来プランや広島砂防アクションプラン2016など各事業別整備計画に基づき、ハードとソフトが一体となった総合的な防災減災対策を強力に進めていくこととしております。さらに、災害死ゼロを新たな目標とする県民総ぐるみ運動の展開につきましても、平成32年度までを計画期間とする行動計画に基づき、県民の皆様に災害から命を守るための行動や、普段から災害に備えてもらうための行動を取っていただくことができるよう、県民、自主防災組織、事業者、行政等が一層連携して総合的かつ計画的に取り組むこととしたところでございます。加えて、現在、大規模自然災害が発生した場合でも、人命を最大限守り、社会、経済を機能不全に陥らせず、被害の最小化を図り、迅速な復旧・復興を可能とするよう、防災・減災に関する県の施策の指針となる広島県強靭化地域計画の策定を進めているところでございます。本県といたしましては、いつどこで起きるかわからない災害に備え、ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策に加え、県民総ぐるみ運動を強力に展開することにより、災害に強い広島県の実現を目指してまいります。教育長、下崎幸邦明君。3点についてお答えをいたします。まず、グローバルリーダー育成校の位置づけ及び果たす役割についてでございます。本県の教育は、平成16年にリーディングスクールとして開校した広島中高等学校における取り組みをはじめ、さまざまな改革改善に県全体で取り組んだ結果、例えば学力の状況につきましては、全国平均を上回る水準まで向上するなど、地、特、体のそれぞれの面で着実に成果が現れてきたところでございます。一方で、グローバル化が急速に進展する今日の社会を踏まえれば、子どもたちに変化の激しい先行き不透明な社会を、
たくましく生きていくことができる資質、能力を育成する必要があり、本県の教育は次のステージへと進むべき時を迎えているのではないかと考えております。こうした考えに基づき、広島で学んでよかったと思える日本一の教育圏の創造を目標として掲げ、昨年度策定しました広島版学びの変革アクションプランに基づき、全国に先駆けて学び続ける力の育成に向けた主体的な学びの実現に県内すべての学校で取り組んでいるところでございます。グローバルリーダー育成校は学びの変革を先導的に実践し、目指すべきモデルを描いた上で、その成果を小学校、中学校、高等学校を問わず、また国公私立あるいは県立市町立という学校の設置者の違いを超えて全県に広めることにより県全体の学びの変革実現を牽引する学校であり、新たな日本一そして世界一の教育圏広島の象徴となる学校であると考えております。次に予算案における経費の積算の考え方についてでございます。学校施設の設計にかかる経費につきましては、生徒数に応じて国において定められている標準的な面積規模をもとに積算することとなっております。設置予定のグローバルリーダー育成校の生徒数につきましては360名程度予定しており、今回計上しております設計費はこの生徒数をもとに全寮制を前提とした標準的な学校施設の面積規模を算出し積算したものでございます。次に候補試選定の進め方についてでございます。グローバルリーダー育成校は全寮制の学校であり、教育活動の面のみならず子どもたちの生活を考えていく上でも設置場所は極めて重要な要素であると考えております。とりわけ親元を離れた環境の中で地域から子どもたちが孤立するようなことは絶対にあってはならず、このような観点から2月12日の教育委員会会議で決定をいたしました基本構想におきまして、4つの選定基準を設定したところであり、今後これに基づき設置を希望する市長からのご提案も伺いしながら検討を行ってまいります。今回の予算案におきましては、全国に先駆けてグローバルリーダー育成校を創設し、全県的な学びの変革の早期実現を図っていく観点から、場所決定後、速やかに設計に着手できるよう設計費を計上しているところでございますが、設置場所の検討につきましては、期限ありきで考えるのではなく、丁寧な調査、検討を行ってまいりたいと考えており、その上で最終的には教育委員会会議におきまして、教育的観点から十分に審議し、決定してまいります。警察本部長、宮園司君。私からは2点についてお答えを申し上げます。まず特殊詐欺に関するご質問についてでありますが、ご指摘のように県内の特殊詐欺の被害総額は3年連続で10億円を上回っており、特殊詐欺をめぐる情勢は極めて厳しいものがあると認識をしております。このように被害が急増しておりますのは、特殊詐欺の手口、方法等の悪質巧妙化が年々進んでいるためでありますが、具体的には大きく3つの特徴が挙げられると考えております。第一に、被害者の約7割を高齢者が占めるなど、高齢者の方々の資産を標的とする犯行が顕著となっていること。第二に、従来型の振り込め詐欺に加え、未公開株や社債の取引を装ったり、あの手この手で被害者の不安感を煽り立てて、
巧みに金銭を騙し取るなど、手口の多様化が進んでいること。第三に、ATM の利用限度額の引き下げ等を受け、一度により多くの金銭を騙し取るべく、現金を宅配便等で送付させたり、犯人が直接現金を受け取るといったケースが増加していることの3点でございます。県警察といたしましては、このような厳しい情勢に的確に対処するため、昨年から年間の被害総額を10億円以下に抑止すべく、なくそう特殊詐欺被害アンダー10作戦と銘打って、抑止と検挙の両面から総合的な対策を推進しているところでございます。また、県民の皆様の安全安心に対する大きな脅威となっている特殊詐欺を抑止するためには、警察のみならず、県民総ぐるみの取り組みが必要不可欠であることから、減らそう犯罪広島県民総ぐるみ運動においても、本年から新たに特殊詐欺について、平成32年までに年間の被害総額を5億円以下とするという取り組み指標を設定したところでございます。県警察といたしましては、県民の皆様に先ほど申し上げた昨今の手口の特徴等を積極的に情報発信して、不審な電話等への適切な対応や警察への情報提供をお願いするとともに、県内の自治体や金融機関をはじめとするさまざまな関係機関団体と幅広く連携するなどして、特殊詐欺抑止が県民総ぐるみの運動となり、5年後の取り組み指標が達成できるよう、鋭意取り組んでまいりたい、かように考えております。次に、G7 外相会合警備にかかる県民の皆様の理解と協力の確保に関するご質問についてでございますが、今時警備にあたっては、テロ等を未然に防止するための検問や、広範囲にわたる交通騒量抑制等を行うこととなりますが、こうした措置は県民生活に少なからず影響を及ぼす可能性がございます。また、県民の皆様からテロ等に関する不審情報を積極的に寄せていただくためにも、県民の皆様の理解と協力の確保が必要不可欠でありますことから、県警察といたしましては、あらゆる機会を通じて、今時警備の重要性等に関する広報啓発を積極的に行っているところでございます。具体的には、ご指摘の電光掲示板をはじめ、新聞、テレビ、ラジオ等各種広報媒体を通じた情報発信を行うとともに、県警察のホームページにサミット警備に関する専用コーナーを設け、県民の皆様がいつでも気軽に関連情報にアクセスできるようにしております。また、110番の日をはじめとする各種イベントの際には、チラシやステッカー等の広報グッズを活用した広報啓発活動を行うとともに、会場周辺にお住まいの地域住民の方々等を対象とした説明会を実施するなどして、今時警備に対する理解と協力の確保に努めているところでございます。また、会場等の関係施設の管理者や公共交通機関、ライフライン事業者等の関係機関団体の皆様の理解と協力を得ることも重要であることから、これらの方々との連絡会議の開催等を通じて、緊密な連携の確保を図っているところでございます。県警察といたしましては、今後とも県民の皆様や関係機関団体の方々の理解と協力を得ながら、G7 外相会合の成功に向け、警備の万全を期してまいりたい、かように考えております。以上でございます。この際、暫時休憩いたします。
午後の会議は1時から開きます。